皆さんこんにちは。ゴールデンウィークも残りわずかとなりましたが、いかがお過ごしですか？私はたらふくお肉をいただいてまいりました。さて、先週に続きまして、本日もスローボックストットのフェザーステップリバースターンをより魅力的に踊るをテーマに、展開していきたいと思います。では、リバースターン、女性のリバースターン、ヒールターンの部分が、とても重要になるんですけれども、その部分を本日は中心に説明していきたいと思います。フェザーステップが終わりました。終わって女性左足でロアーをしていって、右足を伸ばしていって、右足のトウがつきました。で、トウがついて、そこが、女性のボディとつながっていって、で、女性はそこからお腹を引き上げて、お腹を引き上げていって、で、右の肩のここに軸があるのを男性が感じていって、で、そこに女性が背骨を頭から左足のヒールのここまでストレッチをさせていきながら、この長さでヒールを揃えていきます。男性はそこに対して女性にヒールを揃えさせるように、男性のこのヒールですね、ヒールの部分を、ここの部分を引っ掛けていきながら、そこで女性にぐーっとお腹を引き上げさせていって、頭が遠くにこう行きながら、男性はこうストレッチをさせて、で、それで女性が共鳴していって、頭がぐーっと伸ばされて、ただしこの時に倒れていくような、こういうふうな感じにならないように気をつけながら、しっかりと右足のつま先で止めて、そしてお腹と腰を引き上げていきながら、頭をストレッチさせていって、男性から来たリードを受けていって、次に展開をさせる。もう一回踊ってみたいと思います。1,2,3,4 スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック、以上を気をつけて踊ってみてください。